人間はですね、まあ最後は病気になって苦しんで死んでいくわけですけど、それはまあ何か意味があるありますでしょうか。以上です。まあ結局はその質問の意味もよくわからないんですね。まあただ死せんでしょうね。人間が老いて死ぬということは別所に何か意味あるわけじゃないんです。まあそれだけです。ただ頭いかれている人々は何にも何か意味をつけたいというね、まあ気持ちがある。まあそれはもう完全に脳が逆さまにいかれてるんですね。子供がね、なんて言いますか、白血病にかかったら、それはなんとか深い意味があって神様がものすごいことを何かお考えになられて子供は発揮するようになされていただきました。だからあなたは悩む必要はないんだと。そういうふうに何にも意味をつけようと思う人もいますけどね。まあどちらでも構いません。意味をつけたければ勝手にいろいろ意味をつける。まあ例えば人が年取って死ぬのは猿に尾っぽがあるんだからですよとかね。いろんな意味付けはできます。まあ普通常識的に見ると別所に物事が来るだけで何の意味がありません。はい、以上です。以前中野ゼロの方で壁にぶつかったら、こちらの方にまた来てくださいということで、お伺いしましたけども、私は津戸別方面で以前心理学の方を学んでいるということでご質問させていただいたんですが、常に自分を主張することが多いんですね。なぜ自己主張してしまうのか、その意味を教えていただけたらと思いますが、お願いいたします。まあそれもね、まあ人間というのはまあ認識するために何か幻覚を、そこでその幻覚中心にして認識を作らなくちゃいけないんです。だって認識っていうのはその幻覚ですからね。だからそれには自我という幻覚がまず必要でありまって、例えば花は綺麗という認識するためには、まあ、俺という人格が必要、まあ、幻覚が必要なんですね。私がいなかったら花は綺麗じゃないんだからね。でご飯が美味しいというためには、私がいなくちゃったら、いなくってはご飯が美味しいということは言えませんしね。まあそういうことで自我が必要になるんですね。自我っていうのは存在しないもので、このただ合成するっていう幻覚なんですね。まず自我っていう幻覚をすることで、その幻覚の上に学問、科学、知識、まあ心理学、どんな草も草でも作るんです。だから知識っていうのは全て何のことなく草以外何ともないんですけどね。でなぜならば、まず自我という幻覚を作っているし、その幻覚の上に組み立てた成り立っている知識 でしょうね、科学でしょうね。まあそういうことだから、この自我主張しないと何も言えなくなっちゃうんですね。花が綺麗ですねと言った時でも、その人は自分の自我を主張しているんです。だから花が綺麗ということは真理でも何でもなく、何の全然成り立たない
いい加減な主観的な感情にしか何もないんです。でまあ例えばまあ客観的にデータ調べてから言ってるのは地球が丸いとかね、それは事実ですけど、その場合は自我主張する必要ないでしょ、事実ですからね。しかしあの事実で見えるの人間には外の世界だけなんですね。自分のこと見えません、もう自我ですからね。だから地球は丸いと言えます。地球は一周するとこれぐらい距離ですよと、それも言えます。自我出張する必要もないんです。しかし生きることになってくるとゼロまでも言えません。ただ自分の感情を言って終わり、自分の信仰を言って終わりと、そういうことで、まあ、自分のことになってくると、まあ、そういうふうにみんな自我主張して、で、この、まあ、この心理学もね、ただの生ゴミがなんて、生って、もっと腐ってますけどね。で、科学も同じで、まあ、何の役にも立たない、ただのゴミ集まりだけでね。すべて自我というね、土台の上に成り立ってるでしょう。だから科学、人間に迷惑ばっかし、自然破壊ばっかし、息苦しくしてくれるだけで、それのためにそんなに苦労しなくちゃあかんですかね。生きることは苦しくしてやるぞと。面白いんですよ。金かけて生きることは苦しくするんですね。お互い喧嘩しちゃっても同じ誤調です。金かける必要はないんでしょうね。お互いの憎しみあってずっと一緒に生活すると結構苦しいんですよ。それに原発作ったり、もういい加減なもうガス断層を探して探してそちらに原発作るとかね、そこまで。だからガス断層を探すのも大変ですよ。それでデータをねつ造して、こちらこそ安全やというのも大変ですよ。でバレないようにデータまた隠したりも、削除したりもしなくちゃあかんでしょ。これまで苦労して我々の人生ね苦しくさせるっていうのはね、これは科学ですね。で日本では原発の管理はまるっきりできなくて、もう手抜き作業ばっかりで原発作ったりして、もう缶は漏れるわ、もう割れひび割れが生えるわね。それでも世界に行って日本の技術は世界一やと。どうやって借りた技術は世界一になるか分かりませんだけど言って売りまくってるんですね、原発を。だからそれで他の人々にも苦しみを与えてあげようではないかと。そうするとまたその気がなくてもあいつらが原発を作って原爆を作っているんだそうと。だから計算するんですね。だから原発を動かすと1年ぐらいでこれぐらいユレニウムが残るんだと、このプルトニウムとかね、はい、それで原爆1個ぐらいは作れます程度ね。まあギャーギャーまだ先生作る気は何にもないんで、考えてもないんですけど、そこでもうアメリカ始めて、次に日本がギャーギャーって言ったりして、しかし日本はもう最近サインしようと思ってるんですね。原発と拡散することはダメって今まで賛成していたんですね、原爆賛成で。それで私たちには偉そうなことを言ったりしてね、だから仏教から見ればまあなんというアホかと、なんというもう腐ったれかということになりますけど、でもそれ起こる必要ないんでしょ。みんな自我という錯覚で覆われてあべこべなことを言うんで、だから科学と言ったっても大した科学ではないんで、人の役に立ってないんです。医学が開発したっても人の病気は治れないんですよ。で私のもう年だから歯がちょっと弱くなっちゃって、何が弱くなってるかというと歯ではなくて歯食いなんですね。
吐く気が弱くなっちゃえば、そんなにすごい威嚇だったら吐く気がね、まあ吐く気でよろしいんですか、ティースガンは。歯茎、まあ、そこ強くなる何か薬やってほしいでしょではないんです。歯を全部一本一本抜けて、あのインプラントしなくちゃいけないんだと。だからインプラントすると一本はだいたい10万から20万でしょ。それで歯を抜く治療代、それもうこれ何回行かなくちゃかんですね。とにかくまあ20年ぐらい病院に通うはめになりますけどね、その前に死にますけどねそこで世界一技術者やと、もう後で考えたらもう素早くかけたくなっちゃうんです。顔に目かけて何の技術かと、どう見たっても吐く気が弱くなるならば昔からもあった病気でしょう。時々あの B らしい感染してね、吐く気がもう可能したりとかあるんだから、それなんとか治療でちょっとしたもうエンチバイティクで治るもんでしょうに、日本でやってくれないんで、この100円のエンチバイティクスくれないんです。それで10万円の治療してくださいと、歯を抜いてあげると、抜いたら格好悪いんだから一つあのインプラントしてあげるんだと。インプラント技術はアメリカではかなり発達しているんだと。だから何やと、そこで顎に穴開けてね、あのいい加減なところでちょっと間違ったらどこまで損害を受けるんですか、人間が。だからどこに変化学ですかね、どこら辺に医療進歩ですかね。それで私の歯がガタガタするんだから私はあのねボンドで止めてくださいって言われる。だから今全部ボンドで止めてるんで、まあだからそういうごまかしだけでね、いいんです。ごまかしでボンドはだいたい1年2年持ちます。そこで何か硬いものを食べたところからボンドがカチッと切れますけど、また行って1分以内でまたボンドで溶けてもらいます。だからね、あれで威張りたいんですね、技術発達すると自分が威張るんだけど人の歯の治療はできないんです。それって何でしょうかと、あれやこれやとかね、もうテレビ、NHK 見たっても説明するわするわするわ、もううるさくてうさったくてもしょうがないんですね。一つも人の役に立たない。だから我々は騙されてるんで、あの科学連中の自我でまあ進歩して発達してるんだ、役に立ってるんだと。実際は自分の役に立ってないんだけど、皆様では各自で考えれば迷惑だけで困ってるだけで役に立ってないんです。車買ってやってもこれが空いてる、これが空いてる、あれが空いてる、だからもう30万円値段高いんだけど、その分はこれこれが空いてる、だから何のためかと聞いたら答えが、だってかっこいいでしょうねと。そんなもんでしょうね。リサインが変わってるとかね、一つも嫌いなリサインの車がないんだけど、見るたびに気持ち悪くなる車ばっかしなんですけど、もうさらに汚くしまったと、さらにこれ上にねじ曲げたと、また下にねじ曲げたと、そんな程度のことで審査とかね。だからもうこの世の中でそういうことでなんか自我という錯覚が上に
その上にいろんな妄想を組み立てて組み立てて、いろんな変なことをやって、我々をたんさんさんいじめられているだけで、さんさん搾取されているだけで、昔も今も何のことなく人間が苦しんで苦しんで生きているだけなんで。だから質問は、なぜ自我主張するのかという質問で、そういうことなんです。私から見ればこの心理学っていうのは、それ大した価値がないんだからね。そればっかり主張したいでしょう。ああそうですか、腰が抜けまったと、私のね、心理学ですかと、全然気にもしないで、心理学のね教授たちも来てね、話したことは結構ありましたからね。まあ誰かがね、かなり日本のね権威やといってね、なかなか時間ないということで、まあそれでも会いたいと30分あったことあるんですけど、心理学の ABC も知らない私の対話もできないんですね、結局は。だから大量のデータ持ってきて、こういうこと問題やって、こういう問題やって、だからあなた方に直せないんですかと。だったらデータがあっても意味がないでしょうね。なんとかなんとか病気があって、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 それはこういうで、でも治療はないんです。頭に行かれた患者さんが右手を振ってるならば、それに別殊な病名。左手を振ってるならば、別殊な病名。足を振ってるならば、両足同時にこうやって振ってるならば、別殊な病名。一本だけ振って、また別殊な病名。いつでも首をこうやってひねってるならば、またそうやって病名つけるだけで。そこで私はいきなり、この人の頭がおかしくなるのは、まあこういうわけじゃないと言ったら、まあそれは認めませんね。キリスト教の教えではないんだからね。やっぱり結局心の中で、あの悪魔が介入して魂をちょっと犯しちゃったというところから脱出してないでしょ、心理学は。自我の問題にアクセスしてないでしょうね。どうやって自我が現れてくるのかと。結局は全ての問題は自我があるからでしょ。喧嘩するのも自我張ってることでしょ。人と喋りたいんだけど、もう喋れなくて自信がなくて、あれ自我張ってるでしょ。怖いとか、自我張らなかったら怖いとならないでしょうね。あるいは男が女にモテるようにとか、一生懸命殺をもうネクタイを、まあ、あれやか、もう半分抜けてる髪をいろいろね、もう整理整頓したりとかね。でもう誰にも見えないんだけど、もうこちらへん袖の中どうなるのかとかね、頑張っていて、でも狙ってる女が別にそれ気づかなかったら落ち込んでるんですね。あるいは言ったら、なんだこれやって言われたらね、すっごく気に入ったる自分の髪型かもしれませんだけど、まあ、女っていうのは恐ろしい動物だから、女に悪口言っちゃうと殺されるでしょ。その代わりに平気で男に悪口言うでしょ。であれも自我なんでしょ。それで、なんだあんたの髪型おかしいとへっちゃらで言うでしょうね。ほんで男は落ち込むんでしょ。女みたく喧嘩はしませんだけど打ち込む。で、なんでですかね、そうやって精神的に悩むまるの自我でしょ。日本の政府は国際的にどこを行ってももう負けくじばっかし引いたりして、
国際的に見るともうなんて恥ずかしいかという態度ばっかしやって日本に来て胸張るんで、アベノミクスとかね、あれエコノミクスと言わなくちゃいけないんで、アブノーマルエコノミクスと、アベノミクスではないんです。まあおそらくアブノーマル、いわゆる品のないエコノミクス、それは省略しててアベノミクスでしょ。でいいのは言うんだけど、どこ行ってもこける。国際問題であっても、あの人はキリスト教なんですけど、それは構わない。靖国神社に参拝は是非したいと。なんだこれやと。ただ国際問題作りたいだけでしょ。なんで正直に、私は一応キリスト教ですからね、そういうところには行くわけにはいけませんよとかね、行きませんよと言ったらそれだけの話でしょうね。別にキリスト教でなって悪いわけじゃないでしょう。やっぱり周りの国々がね、トラブっちゃって混乱してて、日本はひどい目に遭わなきゃまずいんですよ。なんでそんなアホなことするかというと、我が輩は世界一やという自我でしょ。日本のことを聞いただけで中国はビルンだそうと、北朝鮮はビブリンだそうと言いたいでしょ、思いたいでしょ。私たちはもうアメリカ、世界宇宙一のアメリカ軍隊にしっかり守られているんだと、守って守られてないんだけどね、現実は。だから世界中各国を蹴っ飛ばしたいんですね。だからそうやって国際、ちょっと大げさに言いましたけど、まあ出なきゃね、あのもう寝ている脳に入りませんだから、データが退化している皆様の脳細胞に。だからビシビシともう言わないと。そういうわけで、夫婦は互いに喧嘩するのも自我張ってるんです。兄弟がお互い喧嘩やったりね、もう蹴ったりぶったりするのは自我なんです。小さい時でも、まあお兄ちゃんの おもちゃがね、弟か妹か取ったら、これで喧嘩して蹴ったりして、あれも自我なんです。北朝鮮は食い物もないのに、国民を奴隷にして、全部採算で原子爆弾作ったり、その人はもう高級車を20台40台買ったりで、自分の親しい人々にはバンバン車プレゼントしたり、自分の国の政治家は同じことやってますからね。あれで自我じゃないんですかね。だから中国人にしたってもね、日本人ってどうせもうなんて言いますか、アニミスティックで、もうそこな宗教もなくて、もう運行でも信仰する国民でしょ、知ってるんでしょ。中国の方が歴史が古いんだから。だから靖国に神社に行こうか、日本にある便所全部拝もうか、中国人に関係ないんだけど。でもなんであれほど興奮するんですかね、この頭のない人々は、あの靖国神社に行っただけで。なんかね、枝一本送ったんだとね。あれって5万円だそうですよ。まあ、そのうちらに行ったらいくらでも取れるんだけど。あの頑丈な枝でしょ、あれは結構持ちますよ。
それね、中国政府は興奮しているってね、なバカバカらしくてね、やる側もやる側で、興奮する側も興奮する側で、まとめたらもう本当に猿どもたちですよ。なんで猿のような行動をするのかというと、自我でしょうね。イスラム教の連中がね、永遠に天国に行きたいんだからと言って自爆テロをやって人々を道すれにして殺したりするのは何ですかね。でも自我でしょう、ね、まあヨーロッパの国々にね、もう搾取されてされて、奴隷扱いされて、国の財産金銀やらダイヤやら何でも取り上げられて、原油とかね、しかしその原油の国持ってる国々にとっては人に食べるパンもない、すっごい貧しい。シャウディアラにしたってもあの王家の連中以外みんなにもう何もないんです。ここで王家の連中に、まあ、朝すーっと人々は並んで面会に行くんです。テレビで何か番組があって見ていたんですけど、から王という野郎が、王ではなくて、まあ、王っていうのはまあ、ものすごいプリンセスたちがいるんだから、プリンスたちがね、だから全て王家の親戚だけで政府なんですね。そこでもう触ってるもの見たっても、もしかすると100万とかね、もうクッス見たって、もしかするとクッスでも300万ぐらいのもの着ていて、一般の人々が来たら、イスラム教だからもう大体平等で、どうですかこんにちはっていうふうに喋れます。それだけで、ある女の人がなんかちょっとこの自分がなんか家を作るんだけど屋根に拭くものはないんだからお願いしますと、あれサウディアラビアで、まあ日本風に言えばまあ4万5万6万ぐらいあればできることもできなくて、政府のところに行って王家の連中に土下座しすぎてお願いしなくちゃいけない、どれほど貧しいかっていうことでしょ。はい、そこはその連中は解決しようとしない。その代わりに王家の連中が全世界のテロ養成学校にバンバンお金を出す。そこでイスラム人のもうあまりの貧困の人々は、これはもう西洋文化が悪いと、悪いんだったら戦えばいいでしょうね、戦わないんです。神様のために自発しなくちゃかんだと、頭おかしいんじゃないんですか。政治的にあったら堂々と喧嘩して、国連ででもどこでもね、不公平なことをやめろよと言っちゃえばいいでしょうね。それもできなくて、まあ紙に乗っちゃって、で道すれにせて死ぬ、それも自我でしょうね。それでそういうことです。まあ、例えば、まあ、日本の学校でね、子供たちはいろんなスポーツクラブに入ったら、まあコーチを避けちゃう、それは構わないでしょ。まあ立派な成績のある人を探してコーチにする。でそのコーチも自分の指導する学校が優秀してほしいでしょ。野球であろうかサッカーであろうか、どんなスポーツであっても優秀してほしいんですね。だから子供たちが入る。そいつら走れていったら走れない、聞こえちゃったと。だったら来る必要もないでしょうね。足が痛いとかね。あれやこれやとか、わがまま言いたい放題。これ自我でしょ。で、コーチはあたかいお金払って買われているのに、
この連中だったら自分の状態どうなるんですかね。そうするとこらと言って、それでぶん殴っちゃう。それでコーチが首、この花のように美しい子供たちには苦労させてはいけませんよ。だからね、もうすごい羽布団の上に寝かってあげてサッカーをしてあげなくちゃあかんです。このコートを走らせたりとかとんでもないんです。そう、何言ってるんですかね、親も学校も。じゃあなんでコーチが子供を殴るんですか。それも意外なんです。なんで子供は指導通りに苦労しないんですかね。それも意外でしょ。だから自我が関わらない問題世の中にありますかと。それは分からないのは心理学者だけです、おそらく。だって心理学者だから心の問題は調べてはいけません。なんで心はトラブってるんですかと。それもあびこびでしょ。なんで心はトラブっちゃうんですかね。なんでノーマルに働かないんですかね。それは心理学や研究する人々の仕事でしょ。やってないんです。歯医者が歯の治療しないように感じて、で全て自我がそれやってます。でキャベツをね、ちょっと葉っぱ一枚抜いてちゃんと洗ってそのまま食べるとものすごい美味しいんです。四川の味でしょうし、だから細胞は四川とできるだけ近い方が栄養を吸収しやすいんです。間壁すけちゃうと体の細胞たちが栄養を取るまでにこの迷路をこぐっていかなくちゃあかんですね、キャベツのところに。だからキャベツの葉一枚そのまま食っちゃえば迷路がないんです。細胞はすぐキャベツに出会います。それでキャベツを分解して、必要なものがあったら取って他は捨てるんです。それは四川なら。しかしキャベツをギシギシと刻んで、塩をかけて、もなんて言いますか、揉めて、それでまた絞って、あらゆる毒つけるんですね。お醤油やら味噌やら。マヨネーズやら。でキャベツ食べたと、細胞は知らないんですよ。もう迷路いくつかも過ぎてるんだから。だって味噌の塩味にも細胞がビビるんだから。嘘だと思ったら、このカタツムリとか動物いるでしょ、ちっちゃな、塩かけてみてください、どうなるのかと。同じ細胞でしょ。だから塩の効いた塩たっぷりのキャベツを食っちゃったら、細胞がもう迷路通過するところかも初めからビビっちゃうんですね。だから体が壊れるだけで
栄養は取れない。ではその問題、誰が救ってるんですか。自我です。そのまま食べるのは格好悪いんです。皆さんはそう、皆様の子供がね、もう買ってきた、お母さん買ってきた見物をそのまま持ってきて皮を剥いて食べちゃうと、お皿がぶん殴るでしょ。なんて品の悪い子、行儀の悪いことかと。でしょ。子供は頭が悪いんだからいいんだけどね、なんて猿のお母さんですかと言っちゃえばいいのに。でお母さん言う通りに、これは毒つけてないし、食べたら体が病気になるようにしてまだしてないし、だから子供にもう毒つけるまで待ちなさいよと。お母さんが優しい心で毒たっぷりを入れて料理してあげますから。だから絶対人参はそのままかじることはさせません。で、きゅうりはそのままかじることはさせません。こうやってもやめろ、病気が悪いんだからと、と殴っちゃうんです。そこは問題はどこにあるんですかね。ただ自我でしょ。わからないでしょ、なんで自我かと。で、自我だから美味しく食いちゃくなるんです。やっぱり塩を振った方がいいやと。自我だから、まあこのキュウリはまあ中華風にどうするのか、フランス風にどう、何なの考えは。アメリカではどうやってキュウリ食べてるんですかと。なんでそんなのを探すんですかね。自我じゃない。それでみんなただの病院でしょ。日本の社会見たっても元気な人は一人もいないでしょ。まあ元気な人を見たければ病院に行くしかないんです。だって正直だからね、お腹が痛い、胸が痛いとかね。病院にいる人以外はみんな病気です。で、なんだこの世界はね、何のために文化を発達したんですかね。何のために科学を発達したんですかね。何のために医学を発達してたんですかね。何もやってないでしょう。だからそこの巨大な矛盾の下にあるのは自我、俺、私って気持ちなんです。それは研究してないんです。だから目、はっきり言えば目、耳、鼻からデータが入るんですよ。しかしこれさっぱり何かわからないんです。それでデータを捏造するために、最初に一つの何て言いますか、このユニットを作るんですよ。例えば科学者よくやるでしょ、電気とエネルギーが発見したらこれ測らなくちゃあかんですね。そうするとボルテージやらアンペアやらね、もうインピーデンスやらオームスやらいろんな名前の単位作るでしょ。抵抗だったらオームスなんだらかんだらとかね、インピーデンスですけどね、まあボルトっていう電圧ですか、電気流れる場合はどれぐらいスピードで流れるかと、ちょろちょろと流れるか、ドキャンと流れるか、それでもう発火するんですね。
それで電気流れる量がどれぐらい電気流れるか、それでアンペアって言うんでしょ。やってもユニット作るんですね。だから我々も意味もさっぱりわからないって叱ってますけどね。で、そういうわけで目耳鼻からいろいろデータが入ると、なんだこれやとわからなくなっちゃって、まず自分自我ということを作るんですね。データからある一つの巨大な幻覚を、幻覚を作ってから自分に都合のいいようにデータを捏造する。それから知識が現れます。だから自我がなければ知識が現れません。で、赤ちゃんが花見たら、あ、花だと思う、何も思わない。なんか色に、なんか色を見たら気持ちいい、ね、いい気持ちになっちゃったら、ええって言って手を伸ばしたりするだけ。で、どんどんデータが入ってくると、あれは花でしょって言ったっても赤ちゃんにとってはどうでもいいんです、そんなの。しかし、どんどん目がよく見えるようになって、耳が聞こえるようになって、もうどんどんもう自我という錯覚がすぐ現れるんです。それから見たものは花であり、カラスであり、鳥であり、いろいろことになっちゃうんです。あの黒い鳥にカラスというのは人間だけでしょ。カラスに聞いてみて、あなたカラスですかと。だからカラスという名前は人間の世界で人間の自我で作った名前でしょうね。ここで人間の価値観で判断して、カラスというのは、まあ、日本ではとてもなんて言いますか、キモい悪い動物、鳥動物であると、日本人がカラスのことは嫌いやと嘘言ってるんですけどね。自分が嘘を言ってることにも気づかない。日本の歴史から見るとカラスっていうのは神様ですけど、それで私は神様に何か悪口言ったらえらい怒るんだけど、カラスっていうのは危険だ、汚い動物で、へっちゃらで言って、自分たちが自分の神を侮辱しているんですけどね。まあ、そういうことで、まあ、とにかく、まあ、どこから見たっても人間の世界っていうのはあまりまあ青臭くて、もうかなり冗談なんですね。だから全ての問題っていうのは自我から生まれるんですよ。あるいは自分の、まあ、お母さんがなんか今80歳でちょっとはもうなんか物覚えが弱くて、もう認知症になっちゃったら困るんですけど、もう私はどうすればいいんですかと聞くでしょ、私に。自分の母親に対して、これって人間聞く質問？私の母親が衰えていますけど、私はどうすればいい？と子供が聞く。これって人間ですかね？で、私すごく親切に、ああそうですね、まあ、もしできればちょっと面倒見ても構わないし、もし医者が済んだったら、まあ、ほっといてくださいと言わなくちゃあかんでしょ。いかにこの世に存在してはいけない存在かと。母親の看病、病気ですけど私はどうすればいいかと聞く人が、なんでそれに気づかないんですかね。自我です。
自分の面倒奴隷のように見るのは一向に構わない母親が。母親が衰えて寝たきりになってくるって早く死ねよと。それって何ですかね。ほんで死んだところでかっこつけるんです。自分がすごく親孝行したくてたまらなかったと。悲しくて母が死んじゃったとまた説法を買いに来てぐうぐうと泣くんです。もう悲しくてたまだって今1円もかかりませんだから。いくら泣いたっても。それでまた聞くんですよ。葬式やるべきですかと。私はこんな日本のお寺で法要とかやりたくないんだよと。いい子供ですね。だからこの自我というところから世の中を見ると、まあもう二度と人間の顔を見たくならないぐらい それでその自我こそが一切の問題のもとであって、これって幻覚なんです。脳のからくりなんです。例えば目には鼻見えません。もう科学者が間違って目に光が反射して入りますって言うんだけど、あれはおかしい。目には光を見る能力がないんです。光は全然見えません。目に見えるのは仏教では色といって色と形やと。まあ光見えるならばこの間も光ありますよ。見えるはずなんです。まあ蛍光灯の光がずっと下へ落ちてるでしょ。見える？見えないですね。床が見えるんだけど、これで目の前で光見えないのに光見えると思ってるところは、まあ、それはまあ自我と関係ないんです。それはまあちょっと科学的な理論的なものだから自我と関係ない。まあ、仏教では光見えるとは言わないし、科学では光見えると言ってるしね。まあ、そちらの差は説明しただけで。そこで、まあ、形と色を見えるだけで、その形とこの色は花ですよっていうのはどういうことですかね。葉っぱ見ても花見ても形って色だけでしょうね。だから何を見たかっていう、何を聞いたかで耳で音音楽聞こえません。耳はただ空気の振動を感じるだけだから、この振動から脳が音楽や何々さんやとかね、ものすごい熱想するんです。熱想するためには自我が必要です。幻覚が必要です。これが人間の生き方であって、何か意味があるのかい、あれやこれやとか聞いたっても、まあそんな程度の話にならないんで、もう初めからもなんだこれやなんです、生きるとはと。ただもがいてるだけ。今瞬間生きることも、もう耐えられないくらい苦しみだからもがいてるんですよ。イライラして、音楽は聞くわ、お茶飲むわ、足をごちゃごちゃ動かしたり回したりするわ、
だから自分やってることを何にも本人間っていうのは意味持ってないんです。で、私に年取って死ぬことに意味があるんですかと聞かれたってもね、よくよく調べると何一つも意味があってやってるわけじゃないんです。はっきり意味が分かるのは、例えば水を飲んだ、なんであの水を飲んだんですかと、喉が渇いたから、そんな程度なんです。しかしだから順番おかしいんですね。喉が渇いたから水を飲んだ、水飲む目的ないんです。だから目的が先にあって喉が渇いた、それから次のことをするんであって、原因と結果で、で喉が渇いてもあなた水飲まなくてもいいでしょうねと、喉が渇くっていう、僕は水飲まれるようになりません。なる？ならないと思いますけど、喉が渇いたって別にいいんじゃないですか。お腹が空いたって別にいいんじゃないですか。なんでお腹が空いたらこんなそば飯食べるんですか。食べなくてもいいでしょ。だからそういうふうに考えてください。喉が渇いたんだからって水飲む必要はない。なのに水を飲むんですね。だからもう一つ理由があるはずなんです。あれ我慢できないんですよ、喉が渇いたから。別に喉が渇くならば何時らは水飲みなさいと聖書に書いてないんですよ。皆様聖書の通りに生きてるんだからね、そんなこと書いてないんです。聖書に書いてあろうかなかろうか、これは耐えられないんですよ。もうどうにもならない苦しみが生まれてくるんです。だから水を飲むんです。誰かが飲ませないことにしちゃうと、そいつを殺してでも飲むんです。ということで、生きるということはただ苦しみを何とかしようともがいてるだけ。それで何ともならないことについて何か意味がありますかと私に聞く。とりあえずムチもいいところで、まあ前はその質問者にそれ言わなかったんですけど、今あの自我の問題に合わせて言いますけどね、なんで伊藤が年取って死ぬのかっていう質問に疑問持ってるんだけど、なんでお腹が空いたらご飯食べるんですかっていうことは疑問でしない。それはもっと大きな問題でしょうね。なんで喉が渇いたら水を飲むんですかと。だから哲学的に思考するならば、ちゃんとそういうところから始めなくちゃあかんですね。そこで我々に見えるのは、喉が渇いたら水を飲む権利も飲まない権利もあるんです。自由があるんです。自由があるんだけど、これ相当おっかないんですね。喉が渇くと相当苦しい。ということは自由があるんだけど、まあ放棄するしかないね。水を飲む自由も飲まない自由もあるんだけど、水を飲むしかないんです。それで誰かが水を飲もうとするとガラスを蹴っちゃう。
それで水がこぼれてなくなっちゃう。また行って水を汲むとまた蹴っ飛ばしちゃう。これで 2,3 回やられると、これ喉が渇いてたまらない人はどうすると思う？これ邪魔する人は殺ってでも水を飲むでしょう。それが人生です。だから生きるということはこういうことなんです。ただもがいてるだけ、すごい苦しみがあるんです。これは何とかしたいんです。別に目的ないんです。ただこの苦しみを何とかしたい、この喉の渇きを何とかしたい、それからどうでもいいやと、この空腹感を何とかしたい、それからはまあどうでもいいんだと。だから金が欲しい人はもう会社のお金を横領するんです。とにかく遊んで金がなくなっちゃって借金しちゃったんです。だからじゃあお金払えって言うとあの人々は怖いんです。とにかく何とかしなくちゃ、だから会社のお金でもどうでもいいんだけど横領して持っていっちゃうんです。それからどうなるか、それはどうでもいいんです。それはあとはどうでもいいんです。今この苦しみは何とかしたい、ある女がね、まあ、男の気に入ってる男が出て、なんか銀行がどうかしくといたんですね。ごまかしては銀行お金この男にあげると、なんか5000万ぐらいちょこ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 あげちゃって、だからあの男に責めるたびにやっぱりこいつに嫌われたらダメやと、嫌われないために銀行の金盗んでは銀行員だからね、まるで代表されそんなのはどうでもいいっていう話でしょ。だから我々ずっとそういう生き方しているんです。この道徳のやらあれやくだらないこと言ったっても、人間にはそんな守っている場合じゃないんです。今現にあるこの苦しみを何とかしたいんです。後の結果はもう考える余裕ないんです。だからちゃんと哲学的に喉が渇いた人はどうするのかと考えてください。まあ明日ぐらい水を飲みますと、それはありえないでしょう。どんな例えもいいんで、私は変な例え言ってるわけじゃないんで、例えばお手洗いに行きたくなりましたと考えてください。どんどん膀胱に尿が溜まっている、まあ別に気にしなくていいでしょ。じゃあ気にしないでいましょう。まあ今日はまあこれ終わって、それから晩ご飯も食べて、友達の酒飲んで、まあそれで家に入って、明日朝早く起きちゃうとか、医者に向けなくちゃ、あれもやらなくちゃ、まあそのうち、まあ来週日曜日で手洗いに行きますと、これで成り立つ。他何でも延期できますけど、手洗いに行けたくなったことは全く延期できないんですよ。もう苦しくてたまらんですよ。だからあまりにもそれさせない場合は、
結婚の披露宴の時でも漏らしてしまいますよ。もうどうにもならん。そちら何か意味があるんですかね。何の深い意味も神様がもう何時を修復してそう決めたわけでも何でもないでしょうに、ただ耐えきれない苦しみがあるんです。だから何とかしたんであって、後の結果も考える余裕もなかったんです。そういうことで、このどうしようもないことを何とか手直しできるとこ、例えばもう匂いが出たらトイレに行けばよろしいし、便を出したければまたトイレに行けばいいし、喉が渇ければ水を飲めばいいし、もう顔がちょっとギサギサって感じたらもう化粧塗ればいいしね、髪の毛がなんかボソボソで色でも塗っちゃえばいいし、そうやってもうなんとかなるんですね。頭がハゲてければアドランスとなんとかって何かつけちゃえばいいし、一つも答えではありませんだけど、なんとかごまかせるんですね。そういうなんとかごまかせるところでは何の躊躇も何の疑問も感じないで偉そうな態度を取るんです。から惨めでもがいているということは気にもしない、言ったら怒られるんです。我らは神の子でありながら何時どういう何言うのかと、ということで統一教会じゃなくて宗教に行ってください、すっごく褒めてくれるんです。何時らは光の子でありと、右も左もわからないとんでもない大バカ者ですけど、いろんな霊言談でしたっけね、もうむちゃくちゃ変なことを言ってね。だから日本では頭いかれてるならば人気大事なんです。日本ではこれはすごい必要な条件なんです。頭いかれてなければあなたは認めませんというね。まあそれも置いといて、だからこの人間が惨めでもがいて生きてるんだよということを言われるとすごく機嫌が悪くなる。神の子でありと言ってもらわないと困ります。大乗仏教までみんな仏様であると、みんな如来であると、発心であると言ってほしいでしょ。じゃあ言ってあげます。皆様は発心であって如来様です。全然問題ないんで、はい帰ってください。あるいは神先知先の神様があなたのことを特別に考えて作られましたと、スペシャルバージョン。でしょ、かっこいいでしょ。工場で人間作ったんじゃなくて、あなたのことは特別にプログラムして特別に作られた。教会でそう言われてこれ言ってくれますよ。私にも時々言おうとして、私はもうこいつを殺す羽目になるんだからって先にこう話をそらしちゃうんです。最後まで言っちゃうとあいつ死んでるかもしれませんだからね。このまたある神父さんがね、どうかもう日本のどうかあるかで日頃祈って私に会いに来るんですけどね、30分だけ面会するためにかなり飛行機代で払ってね、じゃあ来てくださいと。まあどうなるか分かりませんだけど、やっぱり教会に行ったらそう言ってくれますよ。あなたは特別に会に神に愛されているんだと。しかしその言われた人は本当は障害者なんです。私ならもう一応殺したくはなるんですけど、そういうことで神に特別に愛されて特別に作られたものであると言ってほしい。自我ですよ、あれが、あれが自我です。
実際に見ると惨めで、だから手洗いに行きたくなったあの気持ちで考えてください。膀胱に尿が溜まってくるとどれほど惨めかと、あれが生き方でしょうね。あの苦しみがあるんだから生きてるでしょう、ね、それは何のおしゃれも何の神知学も何の刑事上学も何も奇跡も何もないんです。ただ惨めでどうしようもなく生きてるんです。喉が渇いたらどうしようもないんです。自由は効かないなんて言いますか、思考の自由とか言論の自由とかくだらんこと言っちゃってもね、こんな通りません。喉が渇いている人にとっては膀胱がいっぱい、まあ、尿でいっぱい溜まってる人にとっては、この苦しみを何とかしたいんです。そこで何とかできる苦しみに対してえらい態度を取るんです。自我張るんです。で 何することもできない苦しみもあります。老いること、死ぬこと、それで私に意味を聞くんです。なんで全ての生命を置いて死ぬんですかと、これはどんな意味でしょうかと。だから本当はそれ答えられない質問なんです。そういうふうな、あの教育の方だけではなくて大体人間そういう問題を持ってますね。それでなんで私は生まれたのかと、どんな目的で生まれたのかと、私は何をすればよろしいかと、あまりのくだらんでしょう。そんなあなたに偉そうに生き方できるのかいと、だったら一週間便所に行けないで我慢してみろよと。ああいう質問っていうのはあまりにもバカバカらしいと。我は何者かと。Who am I? Why I was born? What is the purpose of my life? と。グッドラン、そいつはいくらでもあります。英語で言ったらなんかもうちょっとかっこよく聞こえるんですけど、何の意味ないんですけどね。で、何のために生きているのかいとかね。まあそんな程度の疑問なんですね。だったらまあ一週間ぐらいトイレに行かないで我慢し挑戦してみなさいと。それで生きる目的見えるでしょうね。なんでこれに目覚めないんですかね。あの選挙っていうあのテキストにあったんですね。読んでみてください。まあ、皆様あのちっちゃなテキストにないんですけどね、あの教会の、ね、メンバーの方々はちゃんと持っていると思います。西浄土十教典に選挙というね、生きることっていうのは矢をさしてることなんですよ。だからそこをなんとかしてるんです。それだけです。はい、まああまりも長すぎてなったんですけど、それでも私たちはこの物を見るために、聞くために、味わうために、嗅ぐために、
体で感じるものを理解するためにまず自我、私、自分という錯覚を作るんです。それから私は見ている、私は聞いている、私は考えているということにするんです。しかしそんなことは脳の中で起きてないんです。ただ幻覚作られてるだけです。そういうわけで全ての生命は自我張ってます。だから答えは自我はどのように管理するのかではなく、その錯覚を破りなさいなんです。でそれは仏教が教えてるところです。まあ、しかしそれで時間もそれで終わっちゃうでしょうね。